られた、取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 られた。ちょっと、ちょっといいですか、ちょっといいですか。あの、中野内さんは、マジか、はい、ああ覚えてきます。覚えてないです。覚えてません。覚えてないですね。はい、はい、マジか。じゃあ開始します。やばい、お願いします。やべえ、セリフ入ってないのやばいな。やばいな。確かに、ね、ゲスターいるから大丈夫。ゲスターいる、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 補えるか。大丈夫、大丈夫、補えるか、ゲスターで。よしよしよし、全員がやった。全員で補えると思ってる、ゲスターで。なに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 なおい、わからない。ブリック怖いよ。怖い怖い、ブリックは怖いって。ブリック怖いって。俺何、サンブリックは怖いよ。いや、じゃない、ニコさんだったら梅木を殺してくれ。誰か、なんで俺が聞くしてるの。コーナーさんの口封じをしないものが見れるぞ、今から。ほら、カネロさんが、梅木が死体を食べてました。え、あら、マジ。俺の目の前でむしゃむしゃ食べました。私はどうだったんだよ。もう一個、あの梅県の暴露情報出していいですか。はい、なるほど。ガーシーチャンネルやん。武器庫コミュエンジンって抜けてったあたりで、うん、上に死体があるって急に言い出したの。急に、え、急に、急に、急に、え、どこと。俺の死体には映ってないし、レポートもなくて、え、急に上に死体があるって言い出して、うわーって上上がってって、何言ってんだろうこいつと思って行ったら死体を食べてました。ゆうたかん、ゆうたかんでしょ。ゆうたかんちゃんの死体はめちゃくちゃ美味しかったですけど、これってバルチャー釣り意味あるんですか。いや、釣りはあるんか。まあ、邪魔だからまあ釣る釣るけど、青い矢印初めて見たからなんかなって思ったんですよ。まあまあね、まあね、まあ誰だろうな。マジで、マジで分かった。あ、なんですか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 。ズズズがね、役職公開してないんですよ。必要に。あのね、いや、違う。だって言ったらだっていろいろとなんかやられそうじゃないですか。例えばイレイさんが消されるとか。そう、おめえ、俺の役職消しただろ。え？消してない、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 消してない。違う？違う？なんか俺おかしくなってる。それどころじゃねえよ。まあ、それどころじゃないから。まだおまおじさん。あの場で、おじさん。あの場で、おまおじさん。あれ演技やったら俺ちょっと違う世界進んだ方がいいと思うへん。え、ちなみに、そんなに？え、占ったんすか、おまおじさん。占ってないっすね。占ってない。何をやってるの？って何やってんの？何やってんの？え、急にそんな感じなの？もう何やってんの？じゃあ。何やってんの？ちゃんとした場面じゃん。厳しい高校の野球部。ちゃんとしたパワハラやって。本当に言うと前回のターンでめちゃくちゃ説明読んでて終わったんですよ。どうやって占うんかなみたいな。うん、あ、そういう、だからなんかちょっとシステム的なメタも使ってくんだ。へぇ、高田村ってそういうのもあるんですね、高田村って。そんな感じ。今盗み死ぬんや。あと一人残っとるな。何どうした。怖いわ。おい、TikTok 行くとそうなるんだ。TikTok 行くとそうなっちゃうんか、ね、ありがとうございます。ファイヤー。やったー。こいつマジ
おい、TikTok! おい、マジこいつ TikTok だわ。何やかんねえよ。悪口になってねえわ、それ。俺は安心してよ。俺は安心してよ、マオさん。俺、占い師なんだから。TikTok で。やめろって、それ。だから。YouTuber でやってんだ、俺は。味はどうだ？味はどうだ？ライター。え？何の？え？何の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 ？今 F1 が流れたぞ、お前。 F1、 お前の声でね、 F1 が、あの F1 が俺はね、前回のターンネロちゃんが、あ、ごめんなさい、前回のターンネロちゃんが消えてるの俺見てるんですよ、実は。あら、あ、間違えた、やべ、あー、死んだ、残念だったな。なんですか、なんで殺された今、なんですか。ネロちゃんがやりました。あのライトアップしたら半透明なネロちゃんがうぅー高田さん切ろうと思ったらへってなってガチが死んだわ。スワッパーさん、スワッパーさんお願いします。僕に票が集まりますからね。スワッパーさんお願いしますよ。よろしくお願いします。そういうことできる。よしよしよし。いやでもしないでしょ、味方なんだから。わかんないですよ。おい、やばすぎる、これめっちゃおもろい。やだー、取ってる。入れ替わっちゃった。実は接触させず、あ、触れさせてから入れ替わってたよ。怖い怖い怖い。違う違う違う、ああ、マオさんにも一応触れとくか。やめて、マオさんの体にもちょっとベタベタ触れとく。もうちょっと、もうちょっと、まだ触れさせて、まだ、まだ触れたい。助けて、まだ触れたい、まだ触れたい。男の人が触ろうとしてくれ。はい、カット、オッケー。男の人が触ろうとしてくれ。体してるね。信じてくれますか、私がライターで。まあ、ライターって、そうだな。あ、わかった、じゃあ、今ライターできる？ま、待ってね。あ、じゃあ質問してきて、俺。オッケー。はい。あ、じゃあ、俺が何を言ったかを。あ、了解です。はい。答えてね。よし、バーカ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 。悪口聞こえてんだよ。すいません、もう本当ごめんなさい、本当ごめんなさい、すいませんでした。ちょっと聞こえてるみたいで。言葉を選べ、言葉を選べ、お前は。すいませんでした。すいませんでした、本当にごめんなさい。すいませんでした。あの、ロスさんライター、確証です。確証です。ロスさんは全く問題ないです。複雑だわ。あ。おい、股間を隠すな、股間を。うまい感じに。股間を隠したりすな、ちょっと。なあ、おい、股間。本当にガキ。CO知ってます？ CO、 はい、 CO、 フルコンさんから役職盗みました。僕は今警備員です。あ、警備員。そうなんだけど、はい、つまりフルコンさんが今チェインシフトなんですので、もしかしたらそれ、あ、いや、もうそうだね、もうそうだね、動くならさ、待とうよ、ちょっと、別に、いや、どうした、奈々子さん、聞くよ、全然、どうした、何、なんか、どうした、奈々子さん、聞くよ、話、全然、どうしたの、なんか、どうしたの、ちゃんと切ってたから、おまおじさん、あ、ちゃんと切った、ちゃんと切った、その金、どうしたん、奈々子、何、今、伊豆さんと一緒にいたよ。伊豆七子で宿舎前からリフトに入っていったら、おまわせを切ってる伊豆さんがいました。あ、ちなみに僕ゲッターです。打てよ。あ、
え、あの、おまおじさんから白もらってます、占い師。いやー、下にシルエット出てるやつが白やと思ってた。ズズさん頑張ってくれ。あ、ズズだよ。え、ちょっと、待って。え、どうした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 、あ、いや、猫おる。ルコンさんね、停電。僕らが多分最後の死人ですよね。そうですね。シャワーで停電前に。そうです。死体が、あのタオルタスクの下ら辺で光りました、最後。ですね。そこ。シャワーでフルコンさん、おまおじさんがいて、俺その後除染、メインの除染タスクやって停電になって、で伊豆さんとすれ違ったかな、なんかそのなんか見えたくんで、あ、すれ違いましたね。でシャワーにおまおじさんと被る形で行って、で発見ですね。これあの、うん、シャワーから出てくるのっちとすれ違ってシャワーの上の方に行ったら死体が光ってたから、のっちは生きてるフルコンさんを残してきたってこと？なんかなんか中途半端なんですよね。僕と中野内さんの間になんかフルコンさんがいたみたいな。そんな感じですね。そんな感じだった気がする、うん、で僕は今エレキの下まで多分高田さんと一緒に置いたはずで、いやそうね、エレキには、おまおじは必ず100%置いてる。伊豆さんの経路教えてほしいな。とメインの暗室下に40秒ぐらいいて終了です。エレキ側から40秒はい40秒も40秒ぐらいいましたね、はい、40秒正面情報ある、照明が出ちゃうの伊豆高田梅県でその照明が取れます、うん、マジで。いや白かどうかちょっと分かんない、俺エレキ下っちゃったから最後は。まあでも40秒いったっていうのは事実ということで、じゃあ後40秒か分かんないけど、ちなみにおまおじさんにチェンシフターしました。さあ何でしょうか、ね、さあ何なんでしょうね。はい、見てみます。はい、見てみますよ。はい、拝見させていただきます。おまおじさん、そうそうそう、すいません、うん、はい、拝見。いや、いい役職持ってるわ、おまおじさん。おまおじさんめっちゃ、おまおじさんお前めっちゃいい役職持ってるわ。チェンジシフター求めんのやめろ。ちょっといいですか、いいんじゃないですか別に。あの中野内さんは忍者です。忍者です。何言ってるんですかマジで。僕がフルコンさんを殺しました。意味わかんない、意味わかんない、意味わかんない。どういうこと、どういうこと、意味わかんない。僕が忍者でフルコンさんを殺したんですけど。違うって、違うって。中野くん、バイバイ。絶対的に回さん方がいいよ、皆さん。